穴山信友、穴山信友は、戦国時代の武将。甲斐、武田氏の家臣で、お一門衆。穴山氏は、甲斐の国南部の河内地方の国人。戦国期に甲斐では守護、武田氏の家中で内交が発生し、甲斐の国内の有力国衆や駿河国今川氏や、相模国なし李北条氏など対外勢力との関係が、相関して、乱国状態とっていた。 武田宗家では永翔四年、1513年に守護、武田信縄が死去し、信縄の嫡男、信長、信虎が家督を継ぐと、信虎の叔父、油川信江との間で抗争が再発する。穴山氏は、当主、穴山信県が、今川氏に帰属して、信縄と敵対していたが、信虎家には和睦し、武田宗家の外籍として、良好な関係を築いていたと考えられている。 一方で、穴参加中においては、武田宗家と敵対的な駿河今川氏への貴族を望む反神剣派が存在したと言われ、栄翔十0年、1513年に神剣は、実施性五郎により暗殺されている。信友は栄翔三年頃に出生したと考えられているが、父、穴山神風は、神剣死後に家督を継ぎ、協力四年、1531年3月12日、 4月12日とも、には死去している。同年には、信虎と海の国衆、信の国諏は氏との交争が活発化しており、新風の命日にあたる3月12日には、西郷里河原部、稲崎市において、今井市、栗原市、小武市、諏は白の連合軍を信虎が撃破し河原部合戦が起きている。新風は、軽図類においても作争があり、 信友、信も、親子から供養を受けている形跡が見られず、河原部合戦と命日が同日であることから、この時期に、穴山氏は、半武田方であった可能性も考えられている、平山2011。その後、信ぶらは、解答一を達成し、信友は、真剣死後に家督を継ぎ、穴山氏も、武田宗家に帰属した。武田宗家と今川氏の敵対は、天文四年。 1535年に激化し、6月19日には、河治領のマンザ号において、両軍の合戦が起きている。翌天文5年には、今川家で、当主、宇治テ死後に、家督争いが発生し、花生の乱、吉本が新たな当主となる。義元期に、今川氏は、武田氏と和睦し、同盟関係を結ぶ、木の春同盟。同年には、婚姻同盟が開始され、 今川氏が仲介し、信虎の着男、春信、信玄正室に、京都三条家から三条夫人が迎えられ、さらに翌天文六年、1537年には、信虎娘が吉本室として嫁いでいる。いずれの古人も腰入れに際しては、川治療を通過しており、穴山氏は古姻の仲介を行っていたと考えられている。信友自身も、着男、 信君の出生時期から、同時期に信虎娘の南昌院殿を室に迎えていと考えられており、信友は武田家中における後一門衆として、武田宗家との関係が強化された。天文十年、1541年には春信による信虎追放が行われ、信虎は河治療を経て、駿河今川氏のもとへ引き渡されている。信虎追放により、 家徳を相続した春信は、品の信仰を開始するが、信友は、品の信仰において、天文十四年、1545年に、品の守護、小笠原長時と連合した稲軍の藤沢、より近攻めに参加し、同年6月10日には、小山田信有、勝沼信友と共により近の弟、権次郎を人質として引き取っている、高次郎再起、勝山木。なお、 天文18年、1549年9月に、信友は藤沢頼り地下の弟、権次郎春信に出資させており、藤沢氏は穴山氏を頼り親としていた可能性も考えられている。公用軍艦において、このほか平沢、大門峠、合戦、雲野平、合戦、薄井峠合戦、川中島の戦い、塩尻峠の戦いなどで活躍したとされているが、 紅葉軍艦では、品の信ナの進行においては、春信の弟、シが大将を務めたとし、信友は、別動隊を率いる立場として記されている。文書、記録においては、塩尻峠合戦、川中島の戦いを除いて、信友の活動は確認されず、軍役における穴山氏の活動は乏しく、時代の新軍期に顕著となる。また、川治療では、穴山氏の入部以前に、 南部市が存在し、領域南部で、木の江春国境に近い南部、南駒郡南部町を本拠としていたが、天文十六年、1547年頃には、川地領の伝統的中心地である南部から、領域北側の下山間、穴山市間、道群美部町に本拠に移転し、城下町を整備している。信友は、武田宗家従属後も、今川市との外交ルートを維持しており、 天文16年、1547年2月16日には、吉本と富士山本宮浅間大社に立ちを奉納し、大宮寺富士家文書、吉本からは、今川家に触覚として滞在していた、大木町三条実餅の丘陵である駿河三世、稲葉荘を与えられており、武田、今川氏の婚姻を、穴山氏が仲介したための給与であるとも、考えられている。なお、同年9月には、 南松院の大繁荷京を修補している。武田氏は、品野信仰、越後国の長岡景虎、上杉謙信との戦いに際して、今川氏のみならず相模屋と北条氏を含めた、交渉、春三国同盟を築いているが、三国のコイ同盟の一環として、天文二十一年、五百五十二年二十二日には、寸府において、春の部側近の狛井高次郎祭と共に、 義元即女と春信の,の着男、武田義信との婚姻を仲介しており、同年11月27日には、河治療を通じて義元即女の腰入れが行われ、義元即女は、甲府の穴山市館を経て、筒子笠崎間に入っている、高城佐起。信友の終わり見文書は、A6 元年推定、1558年6月2日付、かつ船員宛所上で、同年末からは、 信君八み発給文書が見られることからこの頃には隠居したと見られ、隠居後は出家名の旗流祭を称している。なお、永禄2年6月4日には三男、被告郎が死去している。信友は隠居後も今川氏との外交に携わっており、永禄3年1560年5月19日の桶狭間の戦いにおいて吉本は内地にし、今川家では内地に、 家督交代すると、信友は武田氏との同盟継続を確認している、海野国史。同年12月16日に死去、去年55、武田家過去長。12月23日には宇治真から着難、信君に弔問状が送られている、風見文書さん。墓所は、南部町南部の炎蔵院。炎蔵院には、信友の肖像が、憲本着色。 穴山信友画像も所蔵されている。信友の肖像は、a 六0年、1567年の作で、信友七回忌、信友夫人の死去した年にあたる。美濃国岩村の大円寺住職、紀安、元木祖家による三文がある。美濃部長下山の南昌院には、永六9年、1566年制作の、 信友夫人が所蔵されており、信友像と共通性が見られることから、同じ工房で制作されたとも考えられている。信友記には、河内領の領域支配に関して四十通の発給文書が残されており、穴山市の河内支配に関しては、信友記に初めて文書が確認され、時代の新訓記には点数が増加する。初見文書は、天文三年。 1534年1月吉日に、信友は、福祉号の佐野証言に対して、関都城を与え、地域の土豪を掌握していることが確認される、佐野家文書。同年3月にも村別書役の免許を行っている。また、戦国機会の国では、金山経営が行われ、武田総家でも黒川金山などの金山州を、 掌握していることが確認されるが、信友記の川治療では、北部早川流域の黒桂金山やほ金山などの諸金山が存在し、大館の派遣や奉公を命じた文書が確認されており、金山のみならず木材の産出も行われている。なお、戦後の戦国大名論においては、地域国衆の存在が注目され、八田都文は、 穴山氏を死後武田氏から一定の自律的権力を持った戦国領主であったと評している。これに対して平山優は穴山氏の領域支配文書の書出が武田総家への帰属を強めた信友もからであることや領域支配に関する文書があくまで総家の支配秩序から逸脱していない点を指摘している。春の武器の武田氏では京都から筆を招き当主、 春信や春信の弟、信門などが学芸に親しみ、和歌会や連歌会が催された。春信学府で河治療と接する西郷理国衆の多い親たちや、春信森役の板垣信方、春信側近の小前光白人志らが文人としても知られるが、穴山市では信友が文芸にも親しみ、天文十三年に礼勢ためわが甲風を訪れた際には、 歌会の世話役を務めている、ダメな慶州。また、信友の人物的側面として、酒好きが知られ、天文18年8月の品の村上氏との和睦交渉においては、信友の泥水により交渉が不調に終わったと言われ、また冷静ため和との加えにおいても泥水しため和に、不快感を与えたとする記録が見られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。